わあ、ミサイルかこれ。誤差マックスにしましたけど、シェルター間に合います？え？おい、シンドラーなんじゃないの？大丈夫？外への出口がどこかに、あ、ここ、下、え？違う？え？おい、なんとかならんのか。外への出口、エレベーターの外への出口といえば、ここではなく、上？下？こんな狭いとこに、あ、え？ああ、なるほどね、連絡、反応しないし。そういえば最近さ、会社のエレベーター乗ったらなんかいきなりさ、こちらなんとか室ですが、非常なんとかボタンが押されたようなので、みたいな通信が入ってきまして、私、焦りました。押してないのに。え？何があっても驚かない。あー、これキスティス先生の、わー、上、お前上見たらぶっ殺すかな。もうお前ゼル上見たら、お前ゼル上見たらぶっ殺すかな、ほんとに。ちょっと待って。もうちょっとした。お前ゼル邪魔、ゼル邪魔、お前ゼル邪魔だって。いやー、おい、見えなかったじゃないか。さあ、うわー、タイルを立たれた。そして電気がつく。これ多分戻れんっていうことよね。これが MD 層。そして、さらに下。切り木。あ、いけた。よかった。スコール成長してるわ。オイル層、炎に弱い敵。火属性の魔法をジャンクションすれば、毒性攻撃ジャンクション持ってないっすね。いや、持ってないよね。あ、右上か。持ってたわ。え？ということで、毒性攻撃ジャンクション。持ってるにすればよかったかもしれん。あ、こういうこと？え？左なんてあったん？知らなかった。攻撃にファイヤーセットしている。え、これ最強。最強やってもここはセットされなかった。ブリザガより個数の関係で。あー、火属性耐性。つかないのか。なんか今めっちゃ、なんだい？あー、プロテスできないと。あ、でき、ん？プロテスでいいのでは。白ってなんなん？戦う最強にしておいて。ああ、一応最強でも自動で、あれ最強にしてなかったっけ。へえ、そうか。待て、防御最強にしたらちゃんといいやつ入ってくれるんか、これで。で、ジャンクション左。ああ、防御最強でプロテスとかがしっかり入ってくれたんか。ちょっとゼルだけ強くない？ HP ゼルだけ3400。おかしいって。なんで HP ジャンクションリジェネが強いってこと？あー、リジェネ強いけど18個しか持ってないからか。なるほど。とりあえず、ゼルだけ属性攻撃がついて、力が43あるから、ゼルは殴った方がいいっていうことなんかな。スコールとゼル殴って、キスティス先生が補助みたいな感じでいこうか。おい、またゼル、お前、その位置。
まあまあロングスカートタイトなスカートだからまあ 見えなかったとしよう。裏山けしからん。さあ来ました、オイル層ボムとかが出る。弱そう。ただ同じ敵であってもドローできるものが時々弱ーい。違うことがあるが、あーラケある。あ、この個体は持ってない。うわーいい個体倒しちゃったよ。そういうことか。ちゃんとラケを持ってる個体を残しながら他を倒してドローか。いやもったいねえ、せっかくタンダラとかラケ持ってたのに。で明らかにこれを回してください。なるほど。また連打すか。頑張ろう。よし、連打が遅い、連打が遅い。連打遅いってこと。頑張ってる頑張ってる。足りない、足りないっすか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 。連打が遅いもう無理もう無理だって。おーお前最初から手伝えよ。四角ボタンでしょ、四角ボタンでしょ。連打してるよ、連打してるよ。なんで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 、四角ボタンでしょ、連打してる。あ、よかったよかったよかった。わー、連打苦手ないよね。よし、キスティス先生の手を煩わせることはなかったわ。ギリ。特に何もない。いや、連打さ、もう高橋名人呼んでくるしかないし、あの爪で擦るやつやるしかないし、というか、行き止まりだし、一旦戻るってことか、これは。今の操作をしたことによって、あー、なるほど。ちょっと待って待って。進めない、あ、進めた詰まる。でさらに下に降りていくと、サイレンだったら罰をしたらシューっていくんだけどな。いやー結構深くまで来てしまったが、まだミサイルは到着してないでいいんだよね。っていうかみんなここに来たら大丈夫。ここがシェルターなんじゃないのこれ。これみんなさ、みんなで MD 層くれよかったんじゃないの。 MD 層結構無事っぽいよ。あ、ドローポイント。あ、レイズ。おー、これはでけえ。15個もあるし。そして、行き止まりか。セーブポイントないけど、なんかボス戦ありそう。上から来るぞ、気をつけろ。来ないんかーい。あそこか、上か。誰かに様子を見てきてもらおう。よし、キスティ先生行くんだみたいな。いやー、みんなで行こう、みんなで。このはしご大丈夫かしら、他よりも傷んでるよう。あー、一人の方がいいと。わかったよ、行けばいいんだろ、行けば。仕方ねえな。いやー怖えー普通に怖え。うわー嘘でしょ。でもちょうどよく着地しました。そしてなんかちょうどよく操作できそうです。あ、ここに行きたかったってこと、上見てた。うわーすごっ、完璧じゃんスコール。なるほどね。これ正攻法だったのスコール。はしご行ってさ、ちゃんと渡ってこようっていう話ではなく、最初からこれ割っていこうって話だった。結果往来だったんじゃないのこれは。合ってましたかね。この先の通路はさっきの衝撃で落ちたから、ここから降りるのは不可能。
このはしごの渡れるんじゃない？うん、それしかないでしょう。全然いけるやん。今度ばかりはダメかと思ったわ。お前らが生かしたんやないか。いやー、別に。そんなことより先を急ごう。いや、そろそろスコールもなんか変わってきた感じがあるから、別にではなく、心の中思ったことを口に出せるようになってきてるかもしれん。選択肢も変えていった方がいいかもしれんね。さあ、そしたら戻ろうか。いや、めちゃくちゃ美味しい敵を発見した。ファイラ、サンダラ、ブリザラ、ラケー揃ってる。これはここでこの3種はコンプしといた方がいいかもしれん。もうあれなんだな、ラケーはどんどん使ってくださいっていう感じになってきたってことか。なるほど、ボス戦でそしたらダブルラケー魔法っていうのが戦うより火力出てくるようになったかもしれんね。あ？待て、どこに道ができた？あ、これか。え、違う。いや、え、なんかさ、どっか変わってるんじゃないの？あ、やっぱこれなんかい。さっき一応調べたんだけど、それで降りていく。お、セーブポイントがあるということは、つまりはそういうことなのではなかろうか。とりあえずレバーを動かし、あの奥か。怪しい。わー、何これ。なんか2体くらい出てきましたが、これはまさかボス戦。気持ち悪い。さあ、なんか出てきたが、オイルシッパー、オイル。あー、一応ダブルかけておく。ピスティル、カーズン、ダブルかけて、ゼル属性ジャンクションしているからイフリート弱点でしょう。倒すとなったらそのあたりケアル、コンフィ、ブラインエスナー。あー、エスナかー。うん、エスナは欲しい。わー、めちゃくちゃダメージが痛い。待て待て待て、ちょっとエスナ欲しいけど、ちょ、エスナ欲しいとか言ってる場合じゃないかもしれん。いや、強い、マジ言ってる。いや、クソ強、クソ強、クソ強。これはシェルか、シェルなんか。地獄の炎を、いや、プロテス。いや、ダブル貼って。ゼルにもダブル貼って。ダブルファイラか。イフリート弱点でしょう。ライブラとかしたいけど、そんな余裕ないかもしれん。シェル貼っておく。で、一応ダブル投げて、スコール死ぬか。生きた。魔法ダブルでケア、生きてくれ、頼む。
で、ダブル、プロテスもかけてえな。で、イフリート投げちゃおう。で、プロテスはキスティ先生が入ってなくて、シェルはスコールが入ってないのか。スコール、イフリート連打してもらうことを考えると、まあそんなに防御入れなくてもダメージはイフリートが受けてくれている。あープロテスかとなると、キスティ先生にプロテス貼ってイフリートが危ない。でファイラケアルラ、ファイラ投げていく。ダブル、そしてイフリート召喚。炎が弱点だと思うんで、とにかく火属性応援か、火属性で攻めていこう。 OK、 ダメージはいい。でダブルファイラがどこまで効くか。カーズってなんだっけ。おお、ダブルファイラ、あれターゲットばらけてない？同じ敵を狙ったはず。倒せそうな気はするが、ケアル、ケアルでケチっておきながら、イフリート耐えないかな。一応ファイラダブル投げておこうか。イフリート若干 HP 怪しいしな。ファイラダブルで倒せるのであれば、いやー、エスナ欲しかったけど、エスナ放てばよかったのかもしれないけど、めちゃくちゃ強かったから抜く余裕なかったわ。さあ、急ごう。一旦セーブして、いやー、エスナ抜けなかったの、マジで。道中、エスナ抜ける敵出てくるかな。そしてはまださらに、ん、これは下かと思ったら、え、上、ああこっちから下か。なんか今上か下かよく、なんで戻ってきたの。え、ちょ、わ、私下押したと思ったら、え、下押したらなぜか今戻った気がしたか。あー、ミサイル来ました。ミサイルっていうレベルじゃなく編成して飛んでるんだけど、最新のミサイルすげえな。うわー、超低空、レーダーに引っかからない、目がついてるし。一応誤差マックスしましたよ。でも誤差マックスでも当たりそう。え、で我々は、あー大丈夫か、のんきにキスティ先生のパンツがとか言ってる場合じゃなくない、これは。 MD 層最深部、なんかすごい、骨、脊髄、背骨、え、これが古代文明、いや古代っていうほどでもないのかな。とりあえず、ん？操作。特にこっちはボタン、ミサイル基地と違って、特にいっぱいボタンないから、やることが分かりやすい。合ってるんか、これ。ちょ、待って。え？やることが分かりやすいと。見せかけて間違っちゃってね、これ。え？嘘でしょ？ボス戦の後にさらに？いや、違う？動き出した。これ合ってます？本当にシェルターなの？なんかさ、シェルターっていうレベルじゃない。何かすごいことが。いや、本当にさ、第二、おー、指導先生、学園長大丈夫？なんか飲み込まれ、え？